ロシア軍がウクライナに侵入してから1年1ヶ月が経過してなお、侵略戦争は終焉が見えず長期化し泥沼化しつつあるよね。新型戦車から旧式の保管在庫となっている戦車まで、圧倒的な保有戦車数台数を誇るロシア軍の物量作戦に手を焼くウクライナ軍は、その対策として対戦車地雷を活用しているらしいな。なんだかんだロシアの物量は侮れないよね。質より量で押し切ろうとする部分は中国と類似していると思うな。さて今回は対戦車地雷を多用するウクライナ軍について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず、対戦車地雷とは、戦車や装甲車など厚い装甲を持つ戦闘車両に対してその足止め用兵器として有用とされ、特に装甲が厚い戦車に対しては爆発に弱い離体キャタピラーを破壊するから、確実に動きを止めることが可能なほか、装甲が薄い兵員輸送車などであれば、車体を破壊して登場している兵員を殺傷することもでき、対戦車地雷の他には兵員の殺傷を目的とした対人地雷があるよ。地雷は通常、地中に埋められるかあるいは地上に設置され、そこを人や車両が踏んだり接触したり近づいたりすることで爆発する兵器で、目標を設定して発射される兵器と違い、その爆発が攻撃対象を選ばずに無差別に起こることから非戦闘員が犠牲になることも多く、地雷による死傷者の8割が民間人とされ悪魔の兵器とも呼ばれているんだ。民間人が犠牲になる話はとても有名だよね。悪魔の兵器と謳われるのも納得だよ。対戦車地雷では特に強力な破壊力を持つ爆薬が一般的には2から10キログラムほど使用されているんだけど、それだけでは簡単に起爆せず、戦車が踏んだり接近したりすることを敏感に察知し作動して爆発する新艦と組み合わせて起爆させる仕組みになっているよ。地雷防護がされていない軍用車両の場合、その底部の装甲が薄いために地雷による攻撃は有効な手段とされていて、対戦車地雷を踏めば新型の主力戦車といえどもほぼ確実に離体が切断され、足回りに損傷が生じて走行不能に陥ることになるんだ。戦車より装甲が薄い車両への被害はより深刻となり、装甲車や装甲兵員輸送車などの小銃弾を貫通させない程度の装甲であれば、車体は簡単に破壊され爆風で転覆させることも可能で、搭乗している兵員を死傷させることができるぜ。対戦車地雷から車両を守ろうとするならば、車高を高くして地面からの距離を取り V 字型の底にして爆風を受け流すデザインにするなどの対策が必要であり、その場合は戦車に求められる低い姿勢にできず被弾しやすくなるほか、重量が増えてしまい機動性が悪くなる恐れがあるってわけだ。踏まれて起爆する対戦車地雷においては、120から 250kg ほど垂直に荷重がかかると起爆するように設定されているけど、これは完全武装の兵士が踏んでくらいでは爆発しないようにするためなんだって。しかしながら、より敏感な新艦の場合は、兵士が起爆装置の中心点を直上から踏んだくらいでは起爆しないが、少しでも中心点を外れた部分を踏むことによってテコの原理が働いて、起爆する重量がかかることになって起爆することがあり、歩兵も対戦車地雷が埋められている地域では注意が必要だぜ。対戦車地雷を起爆させる新艦は様々なタイプが開発されていて、踏んだ瞬間にその荷重によって爆発する圧力式の他に、兵士が手動によって起爆させるものや、時期によって戦車に吸着させて起爆させる磁気吸着式のものや時期に貫納して起爆するもの、時期によって戦車に吸着させて起爆させる磁気吸着式のものや時期に貫納して起爆するもの、あるいは戦車が接近した際の音波や振動を感知して起爆する音波貫納式、振動貫納式のものなどもあるよ。中には何度も踏まれてから起爆するものがあり、これは戦車が縦列で進撃してくる場合に戦闘車両を格座させるよりも、車列の中ほどの戦車を格座させることで隊列を停止させて混乱させる効果を狙うものだね。地雷の施設方法も様々で、兵士が穴を掘って埋設するほか、地雷敷設車両を使って敷設する場合があり、さらにはヘリコプターなど航空機の散布用ポットから投下してばらまく方法もあるみたい。
あるいは航空爆弾やロケット弾など大型の弾からの中に多数の地雷を仕込んで遠隔地から発射して散布するなどの方法もよく利用されるらしいよ。地雷による防衛の戦術としては戦車が通行する道路上に埋めたりするほか、広い範囲に多数の地雷を埋設して地雷原を形成することがあり、この場合の地雷は敵の進軍を阻止して地対させるためだけでなく、設置した地雷原に敵の戦車隊を誘導して壊滅させることを目的とする攻撃的な使用方法となるほか、移動中の部隊が宿営する際の防衛用として宿営地周辺の要所に障害物とともに一時的に敷設して敵に備える際にも使われるね。このように国境線や海岸線の長い国にとっては効果的な防衛戦術として評価され、ロシアやその同盟国のベラルーシとの間に長い国境線を持つウクライナには有効と考えられ、現在ロシア軍と対峙している強大な最前線の防衛線にも有効と見られているんだ。また、兵器としては1発あたり数万円から十数万円程度の費用で製造できるほどコストが低く大量に生産できる地雷によって、敵の戦車部隊に対して高額なミサイルを使用するよりもはるかに低コストで防衛ラインを設置することができるため、そのことも西側諸国からの兵器支援に頼るしかないウクライナにとっては自前で生産できる貴重な兵器と言えるんじゃないかな。しかし、地雷はそれが設置した地点を通過されてしまった場合、その効果を発揮できないという欠点があり、設置された地雷が無駄になってしまうぜ。そして、それらの地雷は回収されなければその場に永遠に残されてしまうことになって、その地域での戦闘が終了した後は危険な存在となるよな。設置する際に余裕があれば、埋設した地点を詳細に地図に残すことで後日回収することが可能であるが、短時間で設置する必要があり適当に埋められてその位置が不明となったものは、ほとんどがそのまま放置されることになるからね。また、埋設された後に洪水や土砂崩れなどの災害が起こると、たとえ記録が残されていたとしてもその場所が不明となってその地域の住民を脅かすことになるんだ。このような理由によって、戦線がいくつも独立しているような場合や内戦が長期化している場合などでは、地雷は敵と味方、あるいは軍人と民間人を区別することなく爆発して大きな脅威となるのが地雷の最大の欠点と言えるよ。現在のウクライナ国内はまさにこの状況に当てはまり、すでにウクライナ軍とロシア軍両軍によって道路やその周辺、あるいは農地などに多数の地雷が埋設され、そのまま放置されているというんだ。ロシアのウクライナ侵略戦争は未だ先行きが不透明であって地雷除去を実施する状況下にはないものの、このままではロシア軍が撤退した後ウクライナ国民は、今度は見えない地雷に対して怯えながら生活をしていかなければならないぜ。現在、様々な新しい地雷除去方法が考案されてはいるものの、そのための費用が高額になるなどの理由によって、現時点では人間が金属を探知する地雷探知機を用いて地雷の埋設場所を1発ずつ探し出して、掘り出したり爆破したりして処理する方法が一般的であり、過去に発生した世界の紛争地において今なお大量に地雷が残されたままとなっているみたい。また、ウクライナの黒海側にある国内第一の港湾都市オデーサ沖には海に地雷である機雷が多数敷設されていると言われていて、これらもまた侵略戦争の終結後にオデーサを行き来する船舶にとって大きな脅威となると見られていて、その除去をどうするかということが問題となっているんだって。2023年3月時点ではまだまだ先の見えないウクライナ情勢だが、ウクライナのゼレンスキー政権にとってこれら地雷や機雷の除去については今から検討しておかなくてはならない問題であり、日本がウクライナの復興において大きく貢献できるポイントになるとの見方があるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。